はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は編集していて自分でさらに講習に行きたくなってしまう、ある種自虐的な動画になってしまうんですが、広州卸場の動画をレストランやご飯、飯に着目してお届けしたいと思います。まずご覧いただいているのは広州品館という生徒さんと宿泊するベースキャンプになるホテルの3階にあるレストランで、初日の夕食はこちらでみんなで取ります。そしてこの広州品館から徒歩5分の距離にある樹光という川沿いの高級レストラン、こちらも先ほどの広州品館のレストラン同様広東料理のお店なんですが、こちらも生徒さんと次回のツアーで行こうかなと考えているレストランです。ただしこちらのレストラン結構高級な部類に入ります。後ほどメニュー表もお見せしますが、今ご覧いただけるような様々な鮮度抜群の食材から好きなものを選んで、これは揚げ物にしてください、これはスープにしてくださいと注文することも可能です。もちろんそんなことをしてたら予算オーバーどころの話ではなくなってしまうんですが、この様々な生きている魚、魚介類を写真に収めるだけでも生徒さんはすごく喜んでくださいますので、このレストランで食べるかどうかは別として、勝手に入っていくことはできますので、ツアーの合間、夕食後の散策も兼ねてこちらのレストランや樹光沿いをみんなで散歩したりよくしています。ご存知の通り広州は食の都と呼ばれている場所で、今ご覧いただけるような豚の丸焼きみたいなものに関してはちょっと抵抗ある方も多いかと思いますが、広東料理全般比較的日本人の舌には合っていますので、ツアー初日の食事とすれば最適かなと思います。ちなみにこちらのレストラン、夜はライブなどもやっています。こちらがレストランの向かい、樹光という川の様子になります。クルーズ船が日中も出ていますので、ぜひ延泊された際はこの樹光クルーズ船に乗っていただきたいんですね。今回は一緒に昼間の樹光クルーズの旅に出てみましょう。船によっても価格は変わるんですが、一番安めの船だと90元、2000円ぐらいで樹光クルーズを体験することができます。船に乗ると紅茶とビスケットが無料でいただけるので、これもチケット代の中に含まれていますから、まずは1階の客室、こちらすべて指定席になっていますので、安心してこの席で少しくつろいだ後、船の屋根の部分、2階席部分に登っていくとより見晴らしがいいです。現在こちらのクルーズ船は広州品館、広州ホテル近くの船着き場を出て、樹光新城の方、広州タワーの方向に進んでいます。ちなみにこの樹光の南側には中山中山大学というエリアがあり、とても有名な生地問屋街になります。さて次のエリアです。リーワン広場というシルバーアクセサリーやパワーストーンの卸市場の近くに、上下級歩行街シャンシアジオプーシンジェという場所があるんですが、こちらは後で映像をお見せする北京路歩行街ベイジンルプーシンジェと並んで有名な歩行者天国になります。俗に言う中国のファーストフードやスナックを売っている屋台がたくさんありますし、味もかなり美味しいので私としてはおすすめです。ビルの中にこのような形でフードコートみたいなものもたくさんありますので、卸市場を回っている最中であれば、先ほど申し上げたパワーストーンやシルバーアクセサリーのリーワン広場並びにその近くにある13行というアパレルの総本山を見て回った後に、この上下級歩行街を訪れて、通訳の方や他の同じ現場を回っていた生徒さんと一緒に昼食取るのもいいかもしれませんね。この上下級歩行街で私がおすすめするレストランがこちらになります。屋台もあるんですが、
地下の方に行くと座って食事することができます。今現地の友人とこの地下で食べようぜっていう話をしているんですが、比較的安価な値段で美味しい料理が食べられますので、このお店おすすめです。特におすすめは焼きサンマですね。サンマの焼き魚と肉の串になります。これプラスちょっとした野菜も一緒に食べればもう満腹になれます。さて場所変わりまして、こちら北京路歩行街ベイジンループーシン寺へという場所です。中国語の発音私下手なんで、そこはご勘弁いただきたいんですが、甲州品館から徒歩15分ぐらい、ガオディ寺へという女性ものの下着や水着を売っている路面店の通り卸市場を抜けた先にこちらの北京路歩行街がありまして、2日目の夜はこの北京路歩行街まで夜ホテルのロビーからみんなで歩いて行って、タイ料理かベトナム料理を食べるっていうのが定番になってます。今ご覧いただいているこちらのお店は北京路の一番角にある日本料理街にある食べ放題のお店なんですが、こちらは今までセツさんと行ったことはありません。しかしながら結構格安で食べ放題、一人168元かなで食べ放題になりますので、参加者の生徒さんのご要望があれば2日目か3日目を日本料理にすることもできますし、他に中国の四川の火鍋料理だとか、後ほどお見せするレストランに変更することも臨機応変にいたします。さて場所大きく変わりまして、甲州一の金融街受講新城にやってまいりました。この受講新城のビルの高いところにいくつもレストランがあるんですが、ここら辺のレストラン、まあ正直洋食の味は保証できませんが、見晴らしが良い場所にありますので一度行ってみると良いかもしれません。ただ個人的に一番ここら辺でのおすすめは体育西路という受講新城の一つ北側にある体育館、体育施設ですね、スポーツ競技場周辺にあるバー街なんですよ。まあ、一言で言えばゴミゴミした喧騒を忘れてまったりカクテルを飲みながらイチャイチャすることもできる場所とでも言っておきましょうか。さてビルに入っていきましょう。先ほど眼前にそびえ立っていた高層ビルの上の方の階から見下ろすとこのような景色をご覧いただくことができます。正直地元の方で昼間からここら辺のレストランで食事するって方はあまり見かけないので、ご覧いただければわかるようにほとんど人がいらっしゃらない場所ではあるんですが、要するにほとんど人がいなくってまったりゆったり好きなだけいられる場所ではありますから、遠泊中生徒さんとここで作戦会議して、この後甲州タワー近くのパーティーピア、私がパーティーと呼んでいる甲州一の怒号成金の集まるような高級テラスバー街に行ってみるっていうのも一興かなと思います。さてせっかくここまで来ましたから、地上に降りてもう少し北のエリア行きましょう。今ご覧いただいているレストランはおそらく日本人が一番多いタオチンというエリアにある比較的ローカルな広東料理のお店です。こちらも友達とちょっとダベリに入った場所になります。さてさて、またレストランが変わります。こちらはまた米人路、北京路にある四川料理のお店です。火鍋が食べられるお店で、自分で好きなようにスープを調合して食べることができる場所なんですね。お、そろそろ京劇の変面のショーが始まりますよ。
ダメだ、自分狂撃の変面を見るとロバートの秋山さんという方のコントを思い出してしまうので、ちょっと吹き出してしまうんですね。そんなことを言ってる間に怪獣広場、公衆ホテルに戻ってまいりました。この公衆ホテル周辺にもローカルなお店たくさんあります。例えばこちらのお店、夜遅くまでやっているので、ツアーの夕食の後に小腹が空いた時に私ちょこちょこっと行ってお弁当を買ったりします。そして最後は枕木、バー枕木、公衆品館から徒歩5分、一番冒頭でお伝えした高級レストランからさらに5分ぐらい歩いたところにある私一押しの受講沿いのバーになります。生徒さんを見送って私一人で講習に残る時も、結構一人でこのバーに行ってジントニックを一杯飲んでまったりするのが日課となっています。というわけで今回は甲州の飯、甲州卸場のレストランを中心にお届けしました。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。